ンナイト集まっていただいてありがとうございます。不安ですか？不安。一人元気なお姉さんがレスポンスくれました。さあ今日は私の場合不安というよりは毎日がファン、なんか言ってんだ、はい、私の場合不安というより毎日がファン、はい、私の場合は不安っていうよりは毎日が FUN ファン。さあというわけで皆さん、今日は皆さんの中にある不安どんどんぶちまけてください。行ってくるね。渡せ。岡田さんって鍵かけないっすよね。いや今かけたじゃん。え、いやかけてないっすよ。こっちの鍵のこと、こっちの鍵、これはかけてないよ。これは、うん、これ鍵穴壊れててさ、もう鍵入んないのよ。はい、鍵かけたよってさっき言ったじゃないですか。うん、はい、いや部屋に誰かいる感じ出してるじゃん。ちょっと待ってください。え、じゃあ中に誰もいないですか？いないよ。怖いですよ。何を？いや怖いでしょう。ケイト、大丈夫ですか？おいケイト、やめろ。やめるんだ。話をしよう。冷静になるんだ。ケイト、ケイト、やめろ。やめてくれ。頼む。話をしよう。ケイト。よくそんな顔ができるな。これはどういう状況なんだ。あなたが一緒に逃げてくれないなら私がここに残る。何度言わせるんだ。冷静になれよ。冷静よ。私はずっと冷静よ。あなたが冷静な判断が一つもできていないんだわ。よく言えたな。その誰がこんな状況を招いた。お前だよ。すごくいいのヤクルト戦らしいですね。でもさ、はい、飲んでないとも寝起きがもう本当にいいぐらいな。普通も十分、うん、でも飲んで寝るとも、はい、ほんとにそんな朝もほんとにあーあーどうですか。もう電気これでつけちゃう。ああ今電気いったんですね。 それぐらいもう朝に爽快なの。そんな違うの、はいはい、うん、おすすめ飲む。あ、いやでも自分そこまでテンションが上がっちゃうと困るんで。そっかそっか、今ぐらいでちょうどいいですよ。はい、大丈夫です。お腹は、あ、いや本当にお気遣いすいてるかすいてないかだけを答えなさい。おや、答えなさい。大名人、答えなさい。大名人、大名人の前で 嘘つけない。あ、嘘つけない。答えなきゃいけない。わかりました。すいてます。寝てた。え、どういうことですか。怖い怖い。ちょっと、うわー、いいですね。寝ちゃったんですね。しんちゃん、なんで高速で通り過ぎんだよ、おめえら。なんどうした、え、ん、病院かい。なんでどっか悪いのか。ちょっとな、肝臓悪いみたいなんでな。そんなってる、おめえは病院とかちゃんと行ってんのかい。俺は病院に最後にかかったな、4つの時かな。そう、ついてんじゃねえ。去年お前糖尿がなんかで入院してたから、なんで行かれるの。俺はいいんだ、病院は嫌いだから、ね、大丈夫、元気だからいい。あ、そうだけど、お前は俺らに長生きしてもらわねえと困るんだからよ。だからちゃんと一定検査とかしてもらった方がいいやな。あ、そうだ、俺は先生に言っといてやるよな。いい、いいか、行け、いい、いい、いい、よくない、いい、いいじゃねえ、ウィー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 ブン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 、乗ってっかい。バカにしてんだろ。ありがとうございます。最終日ということで、はい、最後皆様大勢集まっていただいてありがとうございます。配信を見てくれた皆さんもありがとうございました。はい、ありがとうございます。まあなんとか毎日怪我もなく、そうですね、やれたので良、はい、かったなってことでございますけども、まあ、来年はどうなってるかわからないですけども、できればこう、パンパンにね、ね、ソーシャル的なものを取らずにやれることを願っております。はい、こればっかりはもう神のみぞ知りですから。これでも見る側としては僕なんかすごい、見る側この関係感じで見に行きたいなと思ったんですけど、いや映画館、映画館、映画館これいいのよ、うん、やっぱお隣に人いないっていうのは俺ケツすぐ痛くなるから動きたくなるから、うん、超迷惑じゃん、それ。だから一人でケツさ、後ろの人からしたらもうこうやってこう動くってくる。本当にこうやって動いてないよ。ちょっとこう、これとこれを右と左を変えるじゃない。右電部と左電部でさ、こう、うん、
ね、やっていくじゃない、あれがあるからいないとすごく楽、あと自慢とかじゃないけど足だけからやっぱ前の横にしたいの、まあ、当たるね、そう、前、本当にそれはあるじゃない、なんかだからあの笑い声ボタンみたいなのさ、みんなに持たしてさ、なんか自分で笑いながらもこうハハハってこう出るとしたら、このキャパでもなんかこう満席の感じが出るのか、え、そこに一個一個スピーカー置いてる、なんかちょっとスピーカー置いてるやで、ふざける人出てくるもん今違くないなってくるから、それでもありますけども、まあ、どうなってるか分かりませんけども、はい、来年こそはここ、ね、満席でやることを願いたいなと思っておりますんで、うん、来年も皆さんもしよかったら遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います、はい、さあ、ということで、はい、さあ、本日はお集まりいただきありがとうございました。以上、シソンヌライブのヌムでした。どうもありがとうございました。